最初に、山口代表にご挨拶をお願いします。皆さん、今日で、事実上この通常国会を閉じることができると思います。この通常国会は昨年の参議院選挙で衆参のねじれが解消して、初めて、臨む通常国会となりました。自公の連立政権がいわば自らの手で予算や法案をしっかり準備をして臨む国会になったわけであります。そして、後ほど詳しく国対委員長から報告があると思いますけれども、政府提出の法案については極めて高い成立率を確保することとなりました。これもひとえに現場で努力をいただいた皆さんの結束の賜物だと思います。改めて皆さんのご奮闘に心から敬意を表し感謝申し上げたいと思います。皆さん本当にご苦労様でした。国会前半は補正予算、そして年度本予算の審議に費やしたわけでありますけれども、4月からの消費税の引き上げをにらみながら、さまざまな対策をこの予算に盛り込んだわけであります。そして4月からの消費税の引き上げは、駆け込みの需要があり、そしてまた反動減というものもありましたけれども、おおむね想定した範囲内、世の中は落ち着いた対応になっている。そしてこの GDP の成長率もその駆け込み需要で高い伸びを示し、そしてまた反動減は予想されるものの予期する範囲に抑えて、そしてこれからの上昇にまた我々の力を注ぎたいと思います。こうした経済の下支えの中には、補正予算あるいは本予算に基づくものが効果を表しているということも言を待たないところであります。そしてこの国会後半は成長戦略、今度の国会は好循環実現国会と銘打ちましたので、その経済成長に関連する法案は30本余りありました。それらもほぼ成立させることができたわけでありまして、これからいよいよ実行に移し、効果をじわじわと及ぼしていかなければなりません。それと消費税引き上げと並んで一体として重要だったのは社会保障の改革であります。大きな観点に基づいて、我々が野党の時代に三党合意を結んで、これらを推進してきたわけであります。消費税引き上げの分はすべて社会保障の財源とするということで、医療、介護、そしてまた年金と、こうした分野を安定させ、そして機能を強化するというところに一歩を記したというべきだと思います。そして、教育委員会に関するさまざまな議論を経て、地方教育行政法も改正をすることができました。またこの積み残したものも若干ありますし、参議院でこれから審議を遂げるものもまだ残っているわけでありますけれども、今後の残っているものを成立させ、また継続するものの今後の成立を期し、しっかり頑張っていきたいと思います。国会が終わりますけれども、与党として取り組まなければならない課題もたくさんあります。特に来年度予算をにらみながら、今後の経済動向も見据えながら、骨太方針、あるいは新たな成長戦略、そして規制緩和などについても、これから与党での合意を結び、そして政府の施策に反映をさせていかなければなりません。その後に来年度予算の概算要求も続くこととなります。これら与党として責任のある課題についてもしっかり頑張っていきたいと思います。それと安倍総理の提起した安全保障に関する法整備の課題があります。これはこの会期が終わってからも与党協議を続けると
ということを昨日の党首会談で確認をしたところでありますので、この与党協議の結果に基づいて改正すべき立法措置の方向性を閣議決定するというのが政府の方針でありますから、それに沿ってこの与党協議を尽くして与党の責任として合意形成を果たしていかなければなりませんし、また同時に国民の理解をしっかり得ていく必要があると思います。国会終わってからもこうした重要な仕事に我々は集中をして当たってまいりたいと思います。そしてこの夏は我が党にとっても重要な時期となります。この秋にいつごろ臨時国会になるかどうかはまだ予測はつきませんけれども、しかし比較的長い閉会中の時期となりますので、ここをいかに生かしていくかということも政党として重要な取り組みになると思います。本年は結党50周年という大きな節目でありますし、またその50周年を超えて最初の大きな戦いが来年の統一地方選挙となります。それらに対する準備と仕込みと、そしてこのネットワークの強化に当たっていきたいと、このように思います。おのおの健康に留意して、無事故で、そして現場に徹して、また地方議員の皆さん、党員の皆さんとコミュニケーションをしっかり図って50周年を迎えていきたいと思います。どうぞこれからの公明党がこの日本の政治に果たす役割を十分に自覚をしながら、団結をして国民の期待に応えてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。ご苦労様でした。